佐藤優子は、日本の政治家。減税日本所属の名古屋市会議員。減税日本副代表。衆議院議員、愛知県議会議員を歴任した。愛知県名古屋市生まれ。名古屋市立富士見台小学校、金城学院中学校、高等学校卒業。1983年3月、金城学院大学短期大学部保育課卒業。同年4月。 学校法人自由が丘学園の自由が丘幼稚園、第三自由が丘幼稚園の共有となる。2006年9月、河村隆の秘書となる。なお、河村の秘書経験者である佐藤や田中美恵子には、河村シスターズの通称があった。2007年4月10日、愛知県議会議員選挙に、河村の出身地である、名古屋市東区選挙区から民主党公認で、 出馬し初当選。2009年4月7日、川村が名古屋市長選挙に出馬するため衆議院議員を辞職。それに伴って佐藤も同年7月21日、県議を辞職。8月30日の第45回衆議院議員総選挙に河村の選出選挙区である愛知1区から民主党公認で出馬し初当選。 2011年3月3日、3月13日に、名古屋市議選で、名古屋市長の河村隆史が代表を務める、地域政党、減税日本の候補が立候補するのを応援するために、民主党に離党届を提出。民主党幹事長の岡田克也から遺留、名古屋市会議員選挙終了後再度対話の提案をされたものの、気持ちは変わらないと断った。 民主党愛知県連は佐藤の除名を求めていたが民主党執行部が衆議院再可決に必要な議席の確保を優先して佐藤との関係悪化を避けて5月13日に民主党離党届は受理5月18日に衆議院民主党会派から離脱したなお2009年の衆院選で民主党政権が誕生して以降政治資金疑惑や 政治活動の責任を取って離党したのではなく、民主党執行部の方針に反発して、民主党所属の現職国会議員が離党表明をするのは初めて。2011年6月2日に採決された、菅内閣不信任決議については、復興支援は長期にわたり、増税路線の菅首相を信任することはできないと、不信任票を投ずる可能性を示唆していたが、 実際の投票では棄権した。また、同年8月30日の衆議院本会議における内閣総理大臣指名選挙では投票者の名前は書いたものの白紙投票したため唯一の無公票となっている。2011年に民主党から離党して以降、マスコミでは佐藤優子は減税日本に入党する以降、減税日本初の国会議員など、 減税日本党員であるかのように報じられており、減税日本の公式サイトでは2011年5月26日における、愛知県外の減税日本へのお問い合わせについてでは、減税日本の政策やご意見、公認、推薦など減税日本に関する問い合わせ窓口が佐藤優子の議員事務所になっており、2011年8月28日における、 新役員発表では減税日本副代表であることが確認されている。ただし佐藤優子の公式サイトにおいて佐藤優子が民主党離党当初は減税日本党員であるとは明記はされていなかった。また5月31日に佐藤優子が届け出た衆議院一人会派の名称は佐藤の政治団体である佐藤優子政策研究会の名称をそのまま 届け出ているが、この場合の会派は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律上のもので院内会派とは異なる。しかしその後、佐藤の公式サイトでは減税日本と河村隆のページがリンクされ、佐藤の公式サイトお知らせでは減税日本の上りをバックに演説をする姿が掲載されるなどしており、 実質的に減税日本所属の国会議員として扱われている。2012年7月18日、元民主党系の無所属議員ら4名とともに衆院で新会派を結成する意向であると報じられた。この会派は改革無所属の会として結成されたが、河村が次期衆院選までに減税日本として、 国会議員5名を集め単独で、政党要件を満たす方針を決めたため、佐藤は、この新会派には参加しなかった。2012年8月17日、民主党に、離党届を提出した、衆議院議員小林幸樹、小泉俊明が減税日本に合流。同年8月31日、佐藤、小林、小泉の減税日本所属衆議院議員3名は、 民主党を離党し無所属となっていた、平友もと共に新海派、減税日本、平安を結成した。10月30日に、熊田厚次、水野智彦が入党し、所属議員5名を確保したため国政政党化した。なお、国政政党としての減税日本は、11月22日に、結成された、国民新党を離党し無所属として活動していた。 亀井静香と民主党を離党した山田雅彦が結成した反 t PP 脱原発消費増税凍結を実現する党との合流で生まれた減税日本反 t PP 脱原発を実現する党となり11月27日に結成された日本未来の党との合流により国会での議席を失った2012年12月16日の 第46回衆議院議員総選挙では、工事日直前に結成された日本未来の党、公認候補として、愛知一区に出馬。選挙期間中は、河村の全面的な支援を得たものの、党名の変更によって、有権者が、佐藤イコール日本未来の党というイメージが、定着していなかった点が響き、落選。比例復活も、赤配率が低かったためならなかった。 その後、日本未来の党が回答。2013年5月の役員人事で、減税日本副代表に復帰した。2015年4月12日の名古屋市、議会議員選挙に、東区から減税日本公認で出馬し初当選した。市議会の会派としては減税日本名古屋に所属。2017年9月28日、衆議院が解散。 出馬に意欲を示していた河村隆であったが市長の貢献者選びに難航したことなどから断念。衆議院議員時代に地盤とした愛知一区の候補者擁立を希望の党に働きかけ、10月3日、同党は佐藤を擁立することを発表した。10月4日、佐藤は市議を辞職。 10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙に希望の投稿人で愛知一区から出馬するも小選挙区、比例ともに落選した。佐藤の辞職に伴う東区の市議補選の候補に河村は佐藤を立てることを考えていたが佐藤が固辞したことにより11月6日、減税日本は公認候補を擁立しないことを明らかにした。 2018年4月、減税日本副代表に再任された。2019年4月7日の名古屋市議会議員選挙に、東区から減税日本公認で再出馬し当選。ありがとうございます。